アレキサンドル・ゲオルクブンゲ・アレクサンダー・ゲオルクブンゲは、ドイツ系ロシア人の植物学者である。アジア、シベリアへの植物探検などで知られる。現在のウクライナのキエフに生まれた。祖父が、ドイツ東北部のプロイセンからロシアに移民して、薬局を開いた家系である。兄のフリードリヒ・ゲオルクブンゲは、歴史学者になった。タルト大学で医学を学び、1825年に、 博士号を得た。1826年に大学の植物学教授、カール・フリードリ・ヒレーデ・デブーアが率いた、アルタイ山脈の植物調査の探検に、カール・アントン・マイヤーと共に参加した。1830年から1831年に、ロシア政教会の中国宣教団に同行し、北京へ旅した。この旅の間に収集した植物について、百三十一年に、 エヌメラチオプランターアラム、クアス・イン・チャイナ・ボリア・ライ・コロジットと、プランターアラム・マンゴリカ・チンゲンジア・ムデカス・プリマを発表した。1832年に再び、アルタイを調査し、植物目録を作り、1834年に、カザン大学の植物学の教授となった。1836年に引退したレーデ・ブーアの後を継いで、ドルパト大学の植物学の教授。 植物園の園長となった。1857年にもペルシャへの探検に参加し、カスピカイ地域なども調査した。息子のグスタフ文芸は生理学者になり、アレクサンダー文芸は軍医、動物学者となり、極地探検に参加し、古生物化石を収集した。文芸は植物の学名で命名者を示す場合に、アレクサンダー・ゲオルク文芸を示すのに使われる。 ありがとうございます。